熱湯。一。ちょうどその日は、朝から小林太郎左衛門の店と菓子の前には、おびただしい香料の荷物やら氷やらが、淀川から改装され、それをまた、文字が席へ行く便箋に積み込むので、広く混雑していた。荷物には、どれにも、無前細川家何菓子、とか、あるいは、無前小倉藩何組、 とかいう木札が見られて、そのほとんどが細川家の歌詞の氷なのであった。ところへ今、いおりが外から戻ってきて、軒先に立つとともに、はっと言って血相を変えた。というわけは、広い大土間から軒先の将棋にまで溢れて、麦湯を飲んだり、扇遣いしたりしている大勢の旅装の武士たちの中に、佐々木小次郎の顔がちらと見えたからであった。 店の者。と、小次郎は、氷の一つに腰掛けて、蝶場の左兵を振り返りながら、扇を胸に動かしていた。船が出るまで、ここに待っておるのでは、厚うでかなわぬが、便船はまだついていないのかいえいえ。いいえと、送り状に、せわしい筆を動かしていた左兵は、蝶場越しに川尻を指して、お召しになる辰巳丸は、あれについておりますが、 次によりはお客様方のお越しの方が、滅相をお早く見られましたので、船方をに言いつけて、ただいま慌てて、お座り場所を先に整えさせておりますので。同じ末にも、水の上はいくらか涼しかろう。早く船へ行って休息したいものだが。はいはい、もう一度、手前が行って、急かせて参りましょう。しばらく、ご辛抱を。平は、汗を拭く暇もない顔つきして、 すぐドマから往来へ駆け出したが、そこの物陰に佇んでいたイオリの姿を横目で見ると。いいよじゃないか。この忙しいのに棒を飲んだようにそんなところに突っ立っているやつがあるか。お客様たちへ麦湯でもあげたり、冷たい水でも汲んできて差し上げろ。と、叱り捨てていった。へい、と、答えるふりはしたが、イオリはついとそこから駆けて、土蔵の脇の路地口にある岩芝の陰へ来てまた。 たたずんでいた。そして目は、大土場の中にいる佐々木小次郎の姿から、放ちもやらずに、ほんのれえ、と、ねめつけて。だが、小次郎の方では、一向気づかない様子らしかった。細川家に召し抱えられて、無前の小倉に今日定めてから、彼の滑覆や様子には、一倍と尾ひれがついてきたように見られた。わずかな間だが、老人時代のような鋭い眼差しも、 落ち着きを持った深い眼差しに変わり、元から色の小白い表には豊かな肉もついて、触れれば触れるものを絶倒で切り返すような皮肉もあまり言わなくなった。そうじて重々しい風采となり、そのうちに養われてきた剣の気品というものが、ようやく人格化してきたものと見てよかろう。そのせいもあろう。今も彼の周りにいる円満の歌詞は皆、 岩流様とか、先生とか、うやまって、新参の師範とはいえ、軽んじる風は誰にも見えなかった。小次郎という名は廃したわけではないが、その重い役目と風俗とに、ようやくふさわしくない年配にもなったためか、細川家へ行ってからは、名も岩流と称していた。二。汗をふきふき、 左兵は船から戻ってきて、お待たせいたしました。道路間のお席はまだ片付きませんので、もうしばらくお待ち願いますが、三吉にお座りの組は、どうか船へお移りくださいまし、と触れた。三吉へ乗る組は、若輩と若侍たちであった。おのおののにや、美自宅を見回して、ではお先に、ニオ先生、お先へ。ぞろぞろと一群れは、店口から立ってゆく。 岩獣佐々木小次郎と、その他、六七名が後に残っていた。佐藤殿がまだお見えなさらぬの。もう、つけつかれようが。残った組は皆年配で、服装から見ても、藩の叱るべき、養殖にあるものばかりらしい。この細川家家中の一行は、先月、陸路小倉から立って、京都に入り、三条車町の旧藩邸に投留して、 そこで病物された、古、有細公の三年期の営みやら、生前、有細公と親しかった公家たちや地球への挨拶やら、また、個人の文庫や異物の整理などをしっかり済まして、昨日、淀川船で下り、今日はカ路の旅へ、初めての夜を送ろうという旅定にある人々であった。今、思い合わせると、この晩春頃、公家を下り、 九度山へ立ち寄って去った長岡佐渡の主従は、その八月の営みの準備のため、あれから京都へ回って、その経歴と顔の古い関係からも、一切の武行を務め終わし、今日まで道地にとどまっていたものであろう。西日が差し込んで参りました。皆様、岩流様にも、どうぞ町と奥の方でお休みくださいまし。佐兵は調和へ帰っても、 のべつ気を使って愛想を言っていた。岩流は西日を背にしながら。ひどいほえ、はい。と、大木れ身を払いながら。口ばかり乾く、最善の熱い麦をもう一番処分したいが。という。はいはい。熱い湯では、なおなお熱つうございましょう。ただいま、冷たい清水をくませまする。いや、道中水は一切飲まぬことにしておる。湯が結構だ。これよ。 へいは座ったまま首を伸ばして、湯沸かし場の方をぞき、そこにいるのはいおじゃないか。何をしている岩さ様へお湯を差し上げい。おのおの様にも。と、どなった。それなりへいはまた、送りうやら何やらに、目をせわしげにうつむけていたが、返事のなかったのに気づいて、もう一度どなるつもりで顔を上げると、いおりは、ぼんに五つ六つの茶碗をのせて、 目をそれに注いで、おずおずと、大玉の一方から入ってきた様子。で、左兵はまた、それには無関心になって、送り状を書いていた。およう、と、よりは、一人の武家の前でお辞儀をし、順に、どうぞ、と、またお辞儀をしていった。いやあ、わしはいらぬ。という武家もあって、彼の捧げている盆には、まだ二つの茶碗が、 熱い麦湯をたたえて残っていた。お取りくださいまし。よりは最後に岩流の前に立って盆を向けた。岩流はまだ気づかず、何気なく手を伸ばしかけた。三。はっと、岩流は手を引いた。触れかけた熱湯の茶碗が熱かったためにではない。 手が、そこまで行かない間に、盆を捧げているいおりの目と、彼の目とが、カチッと、火花を発したように出会ったのであった。あ、そちは。岩流の口が、こう、驚きを漏らすと、いおりはそれとは反対に、噛んでいた唇を、やや緩めて。おじさん、この前あったのは、武蔵野の腹でしたっけね。にっと笑って見せたのである。幼い、まだ小粒な歯を見せて。 その古尺な不適さに、何岩流が思わず大人げもない声を釣り出されて、何か次の言葉でも吐こうとしたらしく見えた刹那。覚えているかと、手に捧げていた盆を、それに乗せてある茶碗も熱湯も共に、ガラッと岩流の顔をめがけて放りつけた。お<っ>、岩流は腰掛けたまま顔を交わし、途端にいよりの腕首をひっつかんでから、あつ 片目をつぼりながら、ふんぜんとつったった。茶碗も盆も後ろへ飛んで、土間のし柱にあたって一個は砕けたが、こぼれた熱湯のしぶきが、顔、胸、袴にまでかかったのであった。ちぃ。このわっぱめが。時ならぬ二人の叫びと、茶碗の砕けた響きとが、一つになって嫌わす人々の耳を驚かしたとき、いよりの体は、 岩流の脚下へ、叩きつけられた子猫のように、もんどり打って投げられていた。起き上がろうとすると、うぬう、と、岩流は、いよりの背を手間暇なく踏みつけて、店のものを、と、怒鳴った。片目を抑えながらである。このわっぱは、当家の小僧か。子供とはいえ、許しがたいやつ。番頭、ひっ捕らえろ。仰天した左兵が、 飛び降りてきて、抑える糸間もなかった。岩流の足の下に這いつくばっていたよりは、何をどう抜いたか、いつもその左兵から、金物にされている刀を抜き払って、下から岩流の肘を狙い上げた。岩流はまたも、お、こやつと、まりのように、よりの体を大まへけ転がして、妙を一歩後ろへ引いた。左兵がそこへ、はほう 絶叫して飛びついてきたのと、いおりが跳ね起きたのと同時であったが、いおりは強せるもののように、何をと、なお言い続け、左兵の手が自分の体に触れると振りほどいて、ざまあみろ、馬鹿岩流の表へ、そう罵ったかと思うと、ぱっと表へ向かって逃げ出していった。だが、軒先から二軒もかけると、いおりはすぐ前へのめって倒れていた。 岩流が土場の中から、ありあう天秤を取って、その足元へ投げつけたからであった。四。佐兵は若い衆と協力して、いおりの両手を捕え、土蔵路地の脇にある岩芝の方へ引きずってきた。岩流がそこへ出てきて、濡れた袴や肩を中元に吹かせていたからである。とんでもないご無礼を。 なんと、お詫びいたしましょうやら。何とぞ、ご寛大に。などと、口を揃えながら、いおりをそこに引きつえて、左兵をはじめ、店の若い衆たちは、あらゆる謝罪の言葉を並べたが、岩流は耳がないように、見向きもせず、中元に絞らせた手ぬぐいで、顔など吹いて平然としていた。若い衆たちに、両の手をねじ上げられて、ちへ顔をこすりつけられているいおりは、そのわずかなまも。 苦しがって。話せ。話してくれ。と、もがき叫び。逃げはしないよ。逃げるもんか。俺だって侍の子だ。覚悟でしたこと、逃げなんかするか。と言った。髪を撫で、絵本まで直してから、岩流はこっちを見て、話してやれ。穏やかに言った。むしろ意外にして、えぇと、左兵たちが、その寛大な表を仰ぎ合って、こしてもよろしゅうございましょうか。 だが、と、そこへ釘を打ち込むように、岩流は言いたした。どんなことをいたしても、わびれば許されるものと考えさせては、かえって、この少年の将来のためにならぬ。ひい。もとより、トロに足らぬわっぱのしたことを、岩流は手を下さぬが、そちたちが、このままにもいたしがたいと思うなら、救命として、そこの指尺で、川の荷いを、いっぱい頭からかぶせてやれ。命には関わるまい。 その指尺で。それとも、このまま話してよいと、その方どもが思うなら、それでもよし。さすがに、左兵も若い衆たちも、顔を見合わせてためらっていたが。どうして、このままに済まされましょう。事態、日頃から良くないガキ。お手打ちとなってもせんないところ、それくらいなお仕置きでご勘弁願えるものなら、ありがたい幸せ。やろう、誰のせいでもないぞ。俺たちを恨むなよ。 口々に言う。哀れクルーに違いない。そこの砂を持って来い。両手を縛れ、膝を縛れ。などと、大行に騒ぎ出すと、いよりは、それらの手を振り払って、何するんだいと言った。そして、地面に座り直し、覚悟してしたことだから、逃げないと言ってるじゃないか。オラはその侍に、用をかけてやるわけがあるからかけてやったんだ。その返法に、オラにも匂いをかぶせるなら、かぶせてごらん。 商人なら謝るだろうが、オラは謝る筋もないぞ。侍の子が、そればかしのことに泣きなんかするものか。言ったの佐兵は腕をまくって、大釜の熱湯をひしゃくいっぱい組んで、いよりの頭の上へ徐々に持ってきた。ううと、唇を結んだまま、いよりは両目をくわっと開いて、それを待っていた。するとどこかで、目を塞げ、いより。 目を塞いでいないと目がつぶれる。と、注意するものがあった。五。誰かと、声の方を見る糸まもなくよりは、注意された通り目を塞いだ。そして、頭の上から注ぎかけられる熱湯を待ちながら、その意識も払いのけて、いつしか武蔵の草案で、人や武蔵から聞いた話の、 海戦王将のことをふと思い出していた。公衆武士が深く消えしていた前奏で、織田・徳川の連合軍が京中へ打ち入って山門へ火をかけたとき、その牢上で静かに炎に体を焼かせながら、神道を滅却すれば火もまたすし、と言って死んだという人。目をつぶりながらよりは、 なんだ、尺いっぱいのットぐらい。と、思ったが、またすぐ、あ、そう思うのが、もういけないんだ。と、気づいて、頭の芯から体中を、シーンと虚にして、形はあれど、名網も、脳紋もない、無我の影になろうとした。だが、ダメであった。いよりには、そうなれない。いっそいよりが、もう少し、年がゆかなかったら、あるいはなれよう。でなくば、 もっともっと年をとっていたら、あるいはそこに到達されよう。彼ももう、あまりに物心がありすぎていた。今こう、う今こう。う額から、だらりと落ちる汗もゆだまかと思えた。わずかな一瞬が、百年のように長いのだ。いよりは、目を開きたくなった。すると、岩流の声が、おおご老大か、と、後ろで言った。 指尺を持って、いおりの頭の上から、浴びせかけようとしていた左兵も、周りの若い衆たちも、往来の彼方から、いおり、目をふさげと、注意した者の方へ、思わず目をやって、そして一瞬、いおりへ被せる熱湯をためらっていたのだった。えらいことが始まったのう。五郎大と呼ばれた人物は、道の向こう側から足を移してきていた。 弱刀の縫いの助一人召し連れて、茶事の朝の小袖に、夏も冬も同じものかと思えるようなのばかまを吐き、汗だけは人一倍汗症らしい顔をした、反応の長岡佐渡であった。これは飛んだところ、お目にかけてしもうた。はははは。懲らしめております。大人げないと思われはしまいか。岩流は藩の先輩に。 そう自分ですぐ侵赦したものか、紛らすように笑っていった。佐渡は、いおりの顔ばかりじっと見て。うむ、懲らしめにな。理由のあることなら、仕置きもよがろう。さあささ、やりなさい。佐渡も、見物しよう。熱湯の被着を持ちこらえたまま、佐兵は、岩竜の顔を横目に見た。岩竜は、相手が少年であるばかりに、自分の立場が、 不利に見えていることをすぐ悟って。もうよい。これでわっぱも懲りたであろう。さえ、指尺を引け。すると、いよりはさっきから開くともなく開けたまま、うつろに見つめていた人の顔へ向かって。あ、おらは、お武家様を知っていら、お武家様は、下王様のとこがんじへ、よく馬に乗って来たことがあるだろう。と、すがりつきそうにして叫んだ。いより、 覚えていたかああ、忘れるもんか。特願寺で、オラにお菓子をくださった。今日は、お前の先生の、武蔵とやらはどうしたなこの頃は、あの先生のそばにはいないのか問われると、よりは突然、宿と鼻をすすって、鼻と拳の間から、ぽろぽろと涙をこぼした。六。 佐渡がいよりを知っていたのは、岩流にも意外であった。けれど、その長岡佐渡は、自分が細川家へ仕官する前から、自分の今の位置へ、宮本よりを推挙していたものであり、なお、その後も、勲功と継がえた役を果たさねばならぬとか言って、折りやるごとに、武蔵の居所を心がけているとも聞いているので、何かの時、よりを通じて武蔵と知ったか。 武蔵を探すためによりを知ったか。とにかく、そんなインコだろう。と、元竜は察した。けれど元竜は、この少年をどうしてご存じか、とは、強いて聞いてみる気がしなかった。そんな糸口から、佐渡との間に、武蔵の名が話に出ることは好ましくない。だが、好むと好まないとにかかわらず、いつか一度は、武蔵と相会い合う日が、きっと来るに違いないことは、元流も、 密かに予期していた。それはまた、自分と武蔵との従来の経歴が、なんとなくそうしてきたばかりでなく、訓行の忠都氏も予期し、反労の長岡佐渡も予期しているところである。いや、彼が無前小倉へ着任してみると、そういう期待は、かぜん、中国九州の民間にも、各藩の賢人たちのうちにも待たれていたのが、意外なくらいであった。 郷土的な関係もあろう。武蔵の聖地も自分の生まれた土地も共に中国だし、また武蔵の名声も自分の名も、江戸にあって考えるのとは想像以上に、強度や西国一体には話題となっていたのである。なお必然、細川家の本般市販を通じても、伝え聞く武蔵を高く評価する者と、森林の岩流、佐々木小次郎を、 いなりとするものとが、なんとはなく対立していた。その一方に、岩流を細川家へ圧戦した、同じ反動の岩間各兵がある。だからこの空気は、大きくは、大きくは、天下の賢人たちの興味から立ってもいるが、その真因は、反動の岩間派と、反動の長岡派との対立が、かしたものだと見るものもあった。で、いずれにせよ、 岩流が佐渡にある漢字を持ち、佐渡が岩流に好意を持っていないことも明白なのだ。押した具はできました。道の間のお席の方も、どうぞいつでも船へお越しくださいまし。その時、岩流にとっては折もよく、辰巳丸の過去頭が迎えに来たので、五郎代、一足お先へ、と佐渡へ行い、他の家中の者をも誘って、慌ただしげに、 船の方へゾロゾロ立ち去った。佐渡は後に残って。船出は黄昏れだの。いい、さようで。と、番頭の佐兵はまだ、この場の始末がつき切らないような恐れを抱いて、店のオード場にうろうろしながら言った。ではまだ、休息してまいっても間に合おうな。間に合いまするとも。どうぞ、お茶など一服。指尺でかのんどいたしまして。と、佐兵はひどく。 痛い皮肉を浴びた顔して頭をかいたが、その時店と奥との仕切りのれんの間から、おつるが顔を出して、佐ヘイ、ちょっと、と小声で呼んだ。7。店先ではあまり端地下、お手間は取らせませぬゆえ、住居の低門から奥の隙屋まで、とサヘに導かれて、 では、言葉に甘えよう。わしに会いたいとは、この家のご両人かおれを申したいとかで。何の礼じゃ多分、と、左兵は、そこでも頭をかいて、恐縮しながら、よりのことを無事にお使いくださいましたので、主人に代わって、そのご挨拶を申すんでございましょう。おお、よりといえば、あれにも話がある。こっちへ読んでくれ。かしこまりました。 庭はさすがに、酒井町人の隙を凝らしたもの。土蔵一足の隔てだが、店先の暑さや騒ぎは別天地のようだ。戦石も木々も打ち水に濡れ、かすかな水のせせらぎが耳を洗う。隙屋の一間に、盲線を敷きのべ、茶かタバコを整え、火入れには練り香を忍ばせて、ご両人のお生と娘のおつるは客を迎えたが、長岡佐渡は、 この誇りまみれにわらじがけじゃ許されいい。と、そこに腰のみかけて茶を喫した。おせえからは改めて。ただ今はなんとも。と、雇い人たちの無考えな仕方だの。いよりについても、わびやら礼を述べたが、佐渡は。いやあ、なに。あの子供は死災あってわしが以前に見かけたことのあるもの。気合わせたのが幸せであった。それよりは、 どうして当家の厄介になっておるか、それはまだ、いおりからも聞いてはおらぬが、と、尋ねた。ご両人は、山戸参りの途中、ふと見かけて拾ってきた訳を話し、佐渡はまた、いおりの死、宮本武蔵というものを、年来探しているところじゃが、などと、草草の物語も出て、最前、彼が熱湯を浴びせられそうになって、大勢の中に座ったところ、 お来らいを隔ってじっと見ておったが、なかなか自弱として、悪びれぬ体には、ひそかに感服した。はあ,あいう少年の子、昇華に勝っておいては、帰ってその少年を歪めてしまうかもしれぬ。いっそのこと、わしにくれぬかわしがおぐらへ連れ帰って、手がいのものとして、育ってみたいが、佐渡から望まれると、願うてもない、と、おせいも同意し、おつるも喜んで、早速、 いよりを呼んで来ようと席を立つと、そのいよりはさっきから近くの木陰に佇んで、そこの相談を残らず聞いていたらしい。やか皆に意思を聞かれると、もちろん嫌どころではない。ぜひぜひ、小倉とやらへ連れて行ってくれという。うなでは間もない。おつるは佐渡がそこでお茶を飲んでいる間に、着物よ、袴よ、傘よ、キャハンよと、自分の弟でも、 旅立たせるように、いそいそした。生まれて初めて、袴というものを履き、劣気とした武家の随身になって、いよりは、やがてお供をして船へ移った。夕焼け雲に、黒い帆の翼を張り切って、船は潮路を、武前の小倉へ立った。おつるさんの顔、ご両人の白い顔、左兵の顔、たくさんな見送り人の顔、堺の町の顔。 よりは、傘を振っていた。無課先生。一。岡崎のととや横丁。そこの一つの路地口に、板の売ってあるのを見れば、詫び老人のたつきと見え、どうも道場。読み書き指南。無課。とある。寺子屋であるを。 だが、その先生の自筆らしい看板の文字からして、はなはだうまくない。横目に見て、苦笑して通る識者もあるだろう。けれど、無可先生は、あえて恥としていない。わしもまだ子供で、わしもまだ子供で、修行中だからな。というそうである。路地の突き当たりは竹藪だ。竹藪の彼方は馬場で、天気だと、のべつ誇りが立っている。いわゆる、三河武士の精鋭。 本田家の家中が牙の練馬に日を暮らしているのだった。で、埃りが来る。無課先生はそのためか、いつもそっちのせっかく明るいのきへ一連をかけているので、意図の狭い室内は余計に薄暗い。もとより一人者。今しがた昼寝から覚めたと見え、井戸の鶴瓶が鳴っていたが、そのうちに、パーンと竹やぶの中で、 大きな音がした。竹を切った音である。装築の中の一本が、ゆさっと倒れた。しばらくすると、無可先生は、尺八にするにしては太すぎるし、短くもある一節を切って、やぶから出てきた。ネズミズキンに、ネズミ無地の一重置き、脇出し一腰。それでいて年は若い。そんな地味ではあるが、まだ三十とは思われない。 ひとよぎりの竹を井戸端で洗い、文字通りな裏棚の室内へ上がってくると、とこの間はない。ただ、壁の隅へ一枚の板を置いて、そこへ誰の筆か、素子像を描いたのをかけてあるだけの、その置き床の板へ竹の節を据えた。い池になっている。雑草に絡んだ朝顔の花をポンと投げてあるのだった。悪くない、と自分でも見ているらしい。 それから机に座って、無課先生は修事をし始めた。会所の手本と、大主流の拓本が載っている。ここへ住んでからでも一年の余りになる。立課を務めたせいだろう。看板の文字よりははるかに上達していた。お隣のお師匠さんはい。筆を置いて。隣のおばさんか。熱いの。 今日も、お上がりなされ。いえいえ、上がってはいられないが、なんじゃろう、今、大きな音がしたようだが。ははは、私のいたずらですよ。子供衆を預かる先生、いたずらしては困ったものじゃ。本にな。何をなされたのじゃ竹を切ってみたのでござる。そんならよいが、私はまた、何かあったのじゃないかと、胸がドキッとした。うちの人が言うことだから。 そう当てにはならないけれど、どうもこの辺をよく浪人衆がうろついているのは、お前さんの命でも狙っているらしい、などと聞かされているものだからね。大丈夫です。私の首など三文の根もしませんから。そんなのんきを言ってても、自分に覚えのない恨みで殺される人だってあるからね。気をつけるがいいよ。私はいいけれど、近所の娘さんたちが泣くからね。 二。隣は筆職人であった。弟子も女房も親切者で、分けておかみさんは一人者のムのカ先生のために、時には炊事煮物の方を教え、時には縫い物洗濯物の廊まで取ってくれる。それはいいが、ムカ先生をややもすると困らせる一時は、いいお嫁さんがあるのだが、である。毎度毎度、やたらにそのお嫁に着たい口を持ってきては、 一体、どうして女房を持たないのさ。まさか女嫌いでもあるまいに。と、問い詰めて、時には無可先生をして、ほとんど答えに急させてしまう。だが、これは彼女の罪ばかりでなく、無可先生自身も悪いので。自分は晩秋浪人、敬類もなく少しばかり学問を志して、京都や江戸に学んだから、この土地で行く末は、良い塾でも持って落ち着きたいと思う。 なると、おざなりを言ったことがあるので、年頃も年頃、人品もよし、第一に、真面目でおとなしいし、と、隣の夫婦が、すぐ、すぐ鍋釜の次に、女房を考えたのも無理ではないし、また、時折出歩く無駄先生の姿を見かけ、嫁に行きたい、嫁にやりたいと、筆職人の夫婦へ漏らして、口利きをすがる向きも多いのである。その他、何の祭り、 何の踊り、やれ悲願の盆のと、小さな生活を忙しく派手に、悲しみの葬式や病人の世話事までも、より合い助隊のように賑やかに送っている、裏町住まいの面白さ。その中に弱として住んで、面白いな。無可先生は一脚の小机から世間を眺め、世間に学んでいるらしかった。しかし、こういう世間には、一人無可先生ばかりでなく、 どんな人間が住んでいるか知れなかった。辞説が辞説でもある。先頃まで、大阪の柳の馬場の裏町で、ユームというつむりを丸めた手習い師匠が住んでおったが、徳川家の手で身元を洗ってみると、なんぞ知らん。これが先の、土佐の神、長宗壁、苦内醤油森地の慣れの果て、と分かり、大騒ぎしたが、近所に知れた時には、 一夜で彼の姿はどこにも見えなかったという噂。また、名古屋の辻で、売木をしていた男を不審と見て、これも徳川家の手筋が探ってみると、関ヶ原の残党、毛利和長の臣武田栄王であったとやら、久度山の雪村、漂白の豪士後藤元継、徳川家にとって神経に触る人間は皆、世の中を倒壊して、そして勤めて、 人目につかない暮らしを法則としている。もちろん、そういう大物ばかりが世間に隠れているわけではなく、くだらないものもそれ以上、ごろついているのが世間であり、その本物とくだらないものとが混然と、見分けもつかず隣り合っているところに、裏町の神秘がある。無可先生についても、近頃、誰が言い出したともなく、無可と呼ばずに、武蔵と呼ぶものがちらちらあって、 この若い方は宮本武蔵と言って、寺小屋などは何かの都合でしていることで、本当は一条寺下がり松で、吉岡一門を相手にして勝ち抜いた、県の名人であらっしゃる、と、頼まれもせぬことを、触れて歩く者も,もあった。まさか。と言ったり、そうかしら、と言ったりして、向課先生を見ているのが、今の近所の衆の目で、時折夜に紛れて、裏の竹やぶだの、 土地の口だのを密かに伺っているのが、林家のおかみさんがよく彼に注意する。彼の命を狙っている何者かの目であった。三。そういう危険が絶えず身を伺っているのを、無先生自身は、知れたもの、と、およそ高をくくってでもいるのか。 今日も、林家の内儀に注意されたばかりなのに、晩になると、お隣のご夫婦、まだちょっと留守にいたすが、頼みまする。声をかけて出て行った。筆屋の夫婦は、開け放して晩飯を食べていたので、その姿が、軒先をよげるとき、ちらと見えた。ネズミ無地のとえに、網傘をかぶり、出て行くときは、大小を横たえてはいるが、袴もつけず、着流しのすふく、 今朝、カラーをまとえば、そのままこむそうといった風彩である。筆屋の神さんは下打ちしてつぶやいた。一体、どこへ行くんだろうね、あの先生はさ。子供たちの指南は、お昼前に住んでしまうし、昼からは昼寝だし、晩になると、コウモリみたいに出かけていく。亭主は笑って、一人者だ、仕方がないさ。他人の夜遊びまで焼いていたら、キリがないぞ。 路地を出ると、宵の岡崎は、夕凪ぎの蒸し暑いほとぼりが冷めきれないうちにも、夏の夜の明かりがそよぎ立って、人影の流れの中に、尺八が聞こえ、虫かごの虫の音が聞こえ、座頭の節をつけたわめきだの。スイカ売りや寿司売りの呼び声や、また夜泣きに出た旅人の浴衣の胸など、さすがに、江戸のような深海地的な慌ただしさと違って、落ち着いた中に、 城下町風情がある。あら、先生が行く。無駄先生、すまして行くこと。町の娘たちが目がをして、囁き合う。中には、お辞儀する娘がある。無駄先生の行く先は、そこらでも話題であった。だが、彼の行く足は、まっすぐだった。遠い王朝の昔から、ここのあたりは、矢作の宿の浮かれ目たちから、手粉の流れを引いて、 今も岡崎女郎衆の名は、東海の街道の一名物であったが、そこの辻を曲がる様子もない。ほどなく、城下の西あれまで行ってしまう。すると、広い闇に。どうどうと、背に渋く水音が聞かれ、暑さも一度にたもとを払って、橋の長さ二百八軒という、その橋桁の第一中に、矢はぎ橋、と星明かりに読める。 すると、約束したように、そこに待っていた一個の痩せ放しが、武蔵殿かと言った。無可先生は、おまた八か。近づいて、笑顔を見合う。まさしく、一方の者は、本意でまた八である。江戸町奉行所の前で、百の鞭に打ち叩かれた果て、罪のむしろから放逐された、あの時の姿のままのまた八である。 むかとは、武蔵が仮の名であった。矢作の橋の上、星の下、二人の間には、かつての救援もなく。前首は、武蔵が問うと、まだ旅よりお帰りもなし、お帰りもない様子、と、またはちがい言う。お長いな。つぶやきながら、二人は背を並べて、矢作の大橋をむつまじそうに渡っていった。 四。大岸の松の丘に古い禅札があった。そのあたりを八丈さ山というせいか、八丈寺と寺の名も呼ばれている。どうだな、又八。禅寺の修行というものはなかなか辛いものだろう。そこの山門へ向かって暗い坂道を登っていきながら、武蔵が言うと。辛い。又八は正直に、 青いつむりを垂れて答えた。何度も逃げ出そうと思ったり、こんなにも辛い思いをしなければ、人間になれないなら、いっそ首でもくくろうかとさえ考える時もある。まだまだお主は、前世へおすがりして、入門の許しを得た弟子ではないから、そこらは、ほんの修行の処方だ。しかし、おかげでこの頃は、弱い気持ちが出ると、これではならんと、 自分で自分を無知打つことができるようになった。それだけでも修行の会が目に見えてきたわけだな。苦しい時には、いつもお主を思い出すのだ。お主でさえやり越えてきたこと、俺にできるわけはないと。そうだ、わしがしたこと、お主にできぬことはない。それと、一度死ぬところを、宅安坊に救われた命と思い、また、江戸町奉行所で、百叩きにされた。 あの時の苦しみを思い出しては、何を、何をと、今の修行の辛さと、朝夕戦っている。勘九に勝った姿には、勘九以上の怪味がある。苦と怪と、生きていく人間には、朝に夕に刻々に、絶えず二つの波が相打っている。その一方にずるく寄って、ただ暗間だけを盗もうとすれば、人生はない。生きていく、怪も味もない。少し、分かりかけてきた。 あくびひとつしてもだ。苦の中に先進した人間のあくびと、乱だ打だな人間のそれとは全く違う。数ある人間のうちには、この世に生を得ながら、本当のあくびの味すら知らずに、虫のように死んでいくのがたくさんいる。寺にいると、周りの人たちからも、いろいろな話を聞く。それが楽しみだ。早く全史に会って、お主の身も頼みたいし、わしも何かと、道について、 んしに正したいこともあるのだが、一体、いつお帰りなのだろう。一年もったいびがないと言ってるわ。一年はおろか、二年も三年もひょうひょうと、白雲のように、居所も知れぬ例は、前家には珍しくないことだ。せっかく、この土地に足を止めたのだから、四年でも五年でも、お帰りを待つ覚悟でいてくれい。その間、お主も、岡崎にいてくれるかいるとも、裏町に住んで。 世間の底の雑多な暮らしに触れてみるのも一つの修行。虚しく善史のお帰りのみを待っているわけではない。わしも修行と思って待ちずまいしているのだから。山門といっても何の金癖もないかやぶき門。本堂も貧しい寺だった。マターチ同心はそこの栗の脇にある猫屋のうちへ友を導いた。まだ彼は正式にここの辞席に入っていないので、 全死の帰るまで、そこにぐらを与えられていた。武蔵は時々彼をここへ訪れて、夜更けまで話しては帰って行った。もちろん二人が休校を取り戻し、またあちも一切を捨ててこうなるまでには、そこに、江戸の地を離れてから以降の話も残ってはいるが。 無意のから。一。話は以前になるが、去年、流栄に士官の望みを立って、伝僧屋敷の半僧の屏風に、武蔵野の図を一層に書き残したまま、江戸の地を去った武蔵は、あれからどう道取りを取ってきたか。時には忽然と姿を見せ、時には標然と姿を消し、峰の懐に遊ぶ白雲のように、武蔵の足跡は、 近頃ことに定まらなかった。彼の歩みには、核とした一つの目的と、一定の法則があるようであってまた、ないもののようでもあった。彼自身は、ひたすら一筋の道をば、脇目も振らず歩いているかに思われるが、たから眺めると、自由無下ないかにも気ままな道を歩いたり、止まったりしているように見えるのだった。 武蔵野の最高、相模川の果てまで行くと、厚木の宿から、大山、丹沢などの山々が、表に迫ってくる。彼の姿は、そこから先、しばらくの間、どこでどう暮らしていたかわからない。文字通りな、方と区面を持った彼が、約二月ほどのち、山から里へ降りてきた。何か、ある一つの迷いを解くために、山へこもったらしかったが、 冬山の雪に追われて降りてきた彼のその顔には山に入る前より苦しげな迷いが刻み込まれていた。解けないものが次々に彼の心をさいなむ。一つ解くとまた一つの迷いに包着する。そして全く剣も心もうつろになる。ダメだ。自分で自分を時には全く男性のもとに。 見捨てかける時すらあった。そして、いっそう、と、人並みな安逸を想像した。お通は、すぐ思う。彼女と共に安逸を楽しむ心になれば、すぐにでもできそうな気がするのだ。また、百国や二百国の見過ぎのための食録を探す気になれば、それもどこにでもあると考える。けれど、帰り見て、 それで不足はないか。と、自信に問うてみると、彼は決して、そんな生涯の約束を感受できなかった。反対に、ダフ、何を迷うと、身をののしって、四字固き峰を仰いで余計にいた。時には、もしい、あさましい、ガキのように煩悩の中に、また時には、住み帰った峰の月のように、ここを一人楽しむほど、 潔い気持ちになったり、朝にうに濁っては済み、済んでは濁り、彼の心は、その若いちは、あまりに多情であり、また多懇であり、また騒がしすぎた。そういう心の中の明暗不断な妄想と同じように、形に現れる彼の剣も、まだまだ彼が自分で、よし、と思う意には達していないのだった。 その道の遠さ、未熟さが自分にはあまりにわかりすぎているので、時折の迷いと苦問とが激しく襲ってくるのだった。山に入って、心が住めば住むほど里を恋、い、女を思い、いたずらに若い血が狂いそうになる。木の実を食べても、滝き水を浴びて、いかに肉体を苦しめてみても、お通を夢みてうなされる。二月ばかりで、 彼は山を下りてしまったのである。そして藤沢の遊行寺に数日足を止め、鎌倉へ回ってきたとき、そこの禅寺で、はからずも自分以上に苦しみもがいている男と出会った。それが、旧友のマタハチであった。 マタジは、江戸を追われてから、鎌倉へ来ていた。鎌倉には、寺が多いと聞いていたからである。彼もまた、別な意味で、苦悩していたところだった。もう、二度と、自分が歩いてきた、ラんだな生活へ、戻ろうという意思はなかった。武蔵は、彼に言って。遅くはない。今からでも、自分を鍛え直して、世に出ればいいではないか。自分で自分を。 ダメだと見限ったら、もう人生はそれまでのものだ。と、励ましたが、しかし、と、付け加えて。とはいえ、各言う武蔵も、実は今、何か全く壁のような行き溜まりと、ともすれば、俺はダメかな、と、疑いたいような虚無に囚われて、何をする気も失せているのだ。そういう無意の病に、自分は三年に一度か、二年に一度ずつは、きっとかかるのだが、 その時、ダメと思う自分を無知打って励まし、無意の殻を蹴破って、殻から出ると、また新しく行く手が開けてくる。そしてまっしぐらに、一つの道を突き進む。するとまた、三年目か四年目に、行き止まりの壁に突き当たって、無意の病にかかってしまう。正直に、武蔵は告白して、さてまた、また蜂へ向かって言うことには、ところが、 今度の無意の病は少し重い。いつまでも打開できぬ。殻の中と殻の外との境の闇にもがいている無意から無意の日が続く苦しさ。で、ふと思い出したお方がある。そのお方の力をお借りするほかはないと。実は山を下りて、この鎌倉へその人の消息を探りに来た次第だが、と話した。武蔵が言う思い出した人というのは、 彼がまだ十九か二十歳の向こう見ずに道を求めて彷徨っていた時代。京都の明神寺の前室へ足しげく通っていたことがあって、その頃、啓蒙の指示を受けた先の宝山の銃、愚道王将、別の名を当職ともいう前師だった。菊と又八は、そういう和尚ならば、ぜひ俺を引き合わせてくれ。そして俺を弟子にしてくれるように。 頼んでみてくれ、と言った。果たして又八が、そういう本心になったのか否かを、武蔵も初めは疑ったが、又八が、江戸へ出てからあった浮き目の数々を聞くと、そうか、それほどな目にあったんなら、さもあろう、心得た。きっと弟子入りのことはお願いしてみよう、と、武蔵も誓って、ともども、鎌倉の全門を探し歩いてみたところ、誰も知っているものがない。 なぜならば、愚道王将は、数年前に明神寺を去って、東国から王府の方を旅しているとは聞こえていたが、至ってひょうひょうたる存在で、時には主張五水を天皇の御座近く召され、聖涼の法宴に禅を講じているかと思えば、ある日は弟子を一人連れず、片田舎の道に行きくれて、夜の一般に当惑していたりしているといった風な人だからである。 岡崎在の八条寺へ行って聞いてごらんなされ、そこへよく足を止められるから。こう、去る寺で教えられて、ではそこへと、武蔵と又八は岡崎へ来たが、愚道和尚はやはりいなかった。けれど、一昨年、ぶらりとお姿を見せ、道の区の戻りにはまた立ち寄るようなことを言われていたという話に。では、何年でも、お帰りまで待とうではないか。 武蔵は町に仮の矢を探して住み、又八は栗浦の猫屋を借りて、共にお正の見える日を、もう半年以上も町暮らしてきたのだった。三。小屋の中は蚊が多くて、又八は帰りを焚き続けていたが、耐えられない目をしていった。 武蔵殿、外へ出ようか。川は外にもいるが、少しは。と、言うまも、目をこすっていた。ん、どこでも。武蔵は先に出た。こうして訪れるたびに、少しでも、また蜂の心に、何か不足を足していければ、彼の心持ちは済むのだった。本堂の前へ行こう。深夜なので、そこは誰もいなかった。王道も閉まっている。風もよく通る。 しっぽうじを思い出すな。階段に足を投げ出し、縁に腰をかけながら、またあちはつぶやいた。二人が顔を合わせたとき、なんぞといえば、木の実や草の話からでも、すぐふるさとの思い出が口に出るのだった。うん。と、武蔵にも同じ思い出が湧いていた。けれど、それからは二人とも黙って、思いを口に出さなかった。 いつものことである。故郷の話が出れば、それにつれてお通のことが二人の念頭に浮かんでくる。また、またはちの母のことやら、苦い数々の記憶が今の友情を見出してくる。今ではまたはちもそれを恐れる風であった。武蔵も言わず語らず避けていた。だが、その晩に限って、またはちはもっとそれについて話したいような顔つきで、 疾放寺のある山は、ここよりも高かったな。ちょうどふもとには、矢作川と同じように、吉野川が流れていた。ただ、ここには、千年杉ぎがない。武蔵の横顔、そう言いながら見つめていたが、突然。なあ、武蔵殿、いつか言おう、いつか頼もうと思っていたが、つい、言い出しかねていたが、お主に、ぜひ、承知してもらいたいことがあるのだ。聞いてくれるかわしに。 はて、何をだ言ってみ。おつうのことだが、えおつうを。という先に、感情の方が下に絡んでしまった。そして目は泣きそうになっていた。うさしの顔色も動いていた。お互いに触れまいとしていたものを、またあちから急に言い出されて、とっさ、その意志を測かりかねたのだった。俺とお主とは心も溶けおうて、 こうして一つ夜を語り合ったりしているが、あのお通はどうしてるだろう。いや、どうなっていくだろう。この頃時々思い出しては、すまないと心でわびているのだ。よくも俺は長年の間、お通を苦しめたものだった。人頃は檻のように追い回し、江戸では一つやに置いたこともあるが、決して俺に心は許さない。考えてみれば、関ヶ原の戦へ出た後から、 お通は、俺という枝から離れて、知へ落ちた花だ。今のお通は、別な土から、別な枝に咲いている花だ。おい、言ったけど。いや、武蔵殿。頼むから、お通をもらってやってくれ。お通を救ってやるものは、お主しかないぞ。それも、元のまたはちだったら、金輪際、こんなことはいいもしないが、俺は、これから今までの取り返しを。 シャモンの弟子になってやろうと思い定めたところだ。もう、きれいに諦めた。だがまた、気がかりにもなるのだ。頼むから、お通を探し出して、お通の望みを叶えてやってくれ。四。その晩、もう、夜も吹け切った牛びつの頃。 黙々と松風の闇を八条の三門からふもとへ降りていく武蔵の姿が見られる。腕をこまねいて、うつむいて。彼が自分で言うところの無意とうつろの悩みが足元にもまつわっているような歩みで。今、本堂で分かれてきたまた八の言葉が松風に現れてもいつまでも耳から離れなかった。頼むからお通の身よ。 真剣で言った、またはちのあの声である、顔つきである。自分へそう言ったまたはちも、言い出すまでには、いくよとなくもだえたであろう、苦しかったであろう、と思いやられる。だが、より以上、見苦しい迷いと苦悶とは、かえって自分にあることを、武蔵は否めなかった。頼むから。手を合わせないばかりに言ってしまったまたはちは、それまでの、 日夜の炎から逃れて、あとは帰って、下落の身の涼しさに、泣き濡れて、悲しみと放悦との、二つの不思議なうずきの中に、他の生きがいを退治のように、今は探っている気持ちであろう。またハが、面と向かって、それを言い出したとき、ムサは、それはできない、とも言い切れなかった。お通を妻に持つ気はない。以前はお主の言いなづけだ。 残下と真心を示して、お主こそ、お通途の中を取り戻せ。とは、なおさら言われなかった。では、何と言ったか。武蔵は、死中、何も言わなかったのであった。何を言おうとしても、自分の言葉は、嘘になるからだった。と言って、胸の底にわだかまっている本当らしいことは、自分に帰り見て、家もしなかったからである。 それに引き換えて、今夜のまたはちは必死だった。お通のことからして、解決しておかなければ、聖門の弟子になっても、他の修行を求めても、一切無駄なものになるから。というのだった。そしてまた、お主が俺に修行を進めたのではないか。それほど、俺を友達と思ってくれるなら、お通も救ってやってくれ。それは、俺を救ってくれることにもなるんじゃないか。 しっぽうじ時代の幼なちの頃の口調そのままになって、はてはおいおいと泣いていったのである。武蔵は彼のその姿に、四つか五つの頃から見ているが、こんなょうな男とは思わなかった。と、心のうちでその必死なんに打たれるとともに、己のみぬくさ、己の迷い、と我が身をさえ、 恥ずかしく思って別れてしまったのであった。別れるとき、またハチが田元を掴んで最後のように名を言った折、り、武蔵は初めて、考えておく、と言ったが、またハが名をすぐ返事うと求めてやまないのでついに、考えさせてくれ、と、辛くも一時逃れを言い残して三門を出てきたのだった。卑怯者ムサは、 自分へ罵りながら、しかもいよいよ、無意の闇から抜けられない、この日頃の自分を哀れに眺めた。五。無意の苦しさは、無意をもだえるものでなければわからない。安楽は、皆人の願うところだが、安楽安心の境地とは大いに違う。なさんとして、 何もできないのである。ちみどろに着ながらも、頭も目も、うつろにぼけた心地である。病かというに、肉体には変わりはない。壁へ頭をぶつけ、苦に引けず、進むに進めない。にっちもさっちもいかない空間に縛られて、果てもない心地がする。その果てに、我を疑い、我を下げすみ、我に泣く。あさましやおのれ。武蔵は、 うんぬしてみる。あらゆる反省を事故へ注いでみる。が、どうにもならないのだ。武蔵野から、いおりを捨て、ゴンの助に分かれ、また、江戸の地気すべてとべいべつして、風のように去ったのも、うすうす、この前句的症状を自分でも感じていたので、これではならじと、まっしぐらに、その殻をけあぶって出たつもりではなかったか。そして半年以上、 気がついてみれば、破ったはずの殻は、依然として、うつろの自分を包んでいる。あらゆる信念を喪失しかけて、うつせみにも似た自分の影が、今宵もふわふわと、暗い風の中を歩いている。おつうのこと。またあちの言った言葉。そんなことすら、今の彼には、解決がつかないのだ。考えても考えても、まとまらないのであった。 矢作川の水が広く見えてきた。ここへ出ると夜明けのようにほの明るかった。網傘の淵に川風がビュッとなっていく。その強い川風の中に紛れて何かピュルンとうなってかすめたものがあった。武蔵の体を五尺とはさらない空間を突き貫いていったのであったが、武蔵の影はより早かったと思われるほど、 すでにその辺の地上には見えなかった。グワンと矢作川が同時になった。鉄砲の音波にそう言いなかった。よほど火力のある合薬で遠方から撃ったものだという証拠は、玉うなりと音響の間に息を二つ吸うほどな時間があったのでも分かった。武蔵は、と見れば矢作の橋桁の影へといち早く飛んでコウモリが止まったようにペタと、 身をかがめていたのである。隣の筆屋の夫婦が、いつも気に病んで言っている言葉が思い出された。しかし、武蔵には、この岡崎に自分を敵視するものがあることさえ不思議だった。何者なのか思い出せないのである。そうだ。今夜はそれを一つ見届けてやろうか。身をはしげたへ貼り付けた途端に彼は考えていたことだった。で、 いつまでも息を凝らしてじっとしていた。だいぶ間があった。そのうちに二三人の男が八条の丘の方から松の実みたいに風に吹かれてかけてきた。そして案の定、武蔵が最前立っていたあたりの地上をしきりに見回している様子なのだ。はてな、見えんな。少し走りの方ではなかったろうか。 すでに狙撃の的は死骸になって倒れているものと考えて、ひなわも投げ捨て、鉄砲だけを持ってやってきたらしいのである。鉄砲の真鍮巻きがピカピカ光って見える。それは戦場に持ち出しても立派なものだった。抱え込んでいる男も、他の二人の侍も、黒い入れ立ちをして目元だけしか出していなかった。 おだまき。一。何者か。そこに見えている二三人の人影には思い当たりもなかったが、いつ何時でも自分の生命に対する敵への心構えは武蔵にあった。武蔵ばかりでなく、およそ今の時世に生きている人間には、すべてに、日常に、その用心があった。殺伐な、無秩序な、乱国の予風は、 決してまだ収まりきっているとは言えない。人は希望や反感の中に生きているので、用心すぎて疑い深く、妻にさえ油断せず、骨肉の間さえ破壊されかけた一頃の、社会役はなお人間の中によどんでいた。まして。今日までにも、刃と刃の間に、武蔵の手にかかったもの、あるいは彼のために社会からも敗北して去ったものは、 かなりな数に上っている。そうした敗者の敬類一問、その家族らまでを合わせれば、どれほどな数かわからない。元より、正当な試合、または、日は彼にあって、武蔵にない場合の結果でも、およそ、撃たれた者の側から言えば、あくまで、武蔵は仇と見よう。例えば、又八の母などが、その、最も良い例である。だから、 このような時世に、この道に志す者には、絶え間なく、生命の危険が伴った。ために、一つの危険を切り払うと、さらにそれが、次の危険を生み、敵を作ったが、しかし、修行する身には、危険はまたとなき砥石であり、敵は普段の死であるとも言えるのだ。寝る間も、油断のならない危険に尖れ、絶え間もなく、生命を伺う,う敵を死として、 しかも、剣の道は、人をも生かし、用も治め、事故も母体の屋きに至って、悠久の生ける喜びを、初人と共に、組み分かとうという願いに、他ならないのである。その、死難の道の途中で、たまたま、疲れ果て、虚無に襲われ、無意に閉じ込められるとき、卒然として、溜めていた敵は、影を表してくるものと見えた。矢萩の橋桁に、 武蔵は今、ひたと身を寄せて鏡込んでいたが、その一瞬に彼のこの日頃の抱きも迷いも、毛穴からさっと吹き消されていた。素裸になって、目の前の危険にさらされた命の涼しさである。はて、わざと敵を近寄せて、敵の何者であるかを確かめようと思い、息を凝らしていると、その影は、 生していた武蔵の死骸がそこらに見当たらないので、はっと気づいたらしく、彼らもまた物陰へ隠れて、人なき往来と橋のたもとを、帰って気味悪く、うかがい直している様子だった。その動作に、武蔵が、はて、と、感じたわけは、恐ろしく敏霜なのと、黒い出たちとはいえ、差し物の小尻や足ごしらえなど、不老の戸や、ただののぶしとは、 見えなかったからである。この辺の藩主とすれば、岡崎の本田家名古屋の徳川家であるが、そういう方面から危害を向けられる理由が考えられなかった。不審だ。人違いかもしれない。いや、人違いにしては、先頃来から路地口を覗き見したり、裏破から目を光らしたりするものがあると、隣の筆屋の夫婦までが、 感づいていた事実がおかしい。やはり、武蔵を武蔵と知って、気を伺っている者にそう言わない。ははあ、橋向こうにも仲間がいるな。武蔵が見ていると、物陰の暗がりへ潜んだ三名は、そこでひなわをつけ直し、川の対岸へ向かって、そのひなわを振っていた。二。 そこにも、飛び道具を持って潜んでいるし、橋向こうにも敵の仲間がいるとすると、敵は相当備えを立てて、今宵こ,こそは、と、手ぐすね引いているものと思われた。武蔵の八丈寺がよいも幾やとなく、この橋を通ることもしげしげであったから、敵はそれを確かめ、地のりと配置等、十分に用意しておく余裕もあったに違いない。で、 橋桁の影から、武蔵は、うかと離れられない。踊り出るとたんに、どんと弾が飛んでくることは知れきっている。そこの敵を捨てて、橋を駆け渡ってしまうのは、なおさら危険極まると言っていい。と言って、いつまで、じっとかがんでいるのも策を得たものではあるまい。なぜなら、敵は対岸の仲間と、ひなわれ合図を交わしているから、事態は時の移るほど。 彼の不利になって迫ってくるものと見なければならないからだ。が、武蔵には、間発の間に処する方法が立っていた。兵法によらず、すべての理は、それを理論するのは平常のことで、実際に当たる場合は、いつも瞬間の団結を要するのであるから、それは理論立てて考えてすることではない。一つの勘であった。平常の理論は、 勘の繊維を成してはいるが、その知性は艦板であるから、事実の急場には間に合わない知性であり、ために破れることが往々ある。勘は無知な動物にもあるから、無知性の霊能と混同されやすい。血と訓練に磨かれたもののそれは、理論を超えて理論の究極へ一瞬に達し、当面の判断を掴み取って誤らないのである。 ことに、剣においては。今の武蔵のような立場に立った時においては。武蔵は身をかがめたまま、そこから大きな声で敵へ行った。そんでも、ひなわは見えるぞ。えきないことだ。この武蔵に用事あらば、ここまで歩け。武蔵はここだ。ここにいる。川風が激しいので、声は届いたか、届かなかったか疑われたが、 その返事に変えて、すぐ、鉄砲の第二弾が、武蔵の声がしたあたりを狙って撃ってきた。元より、武蔵はもう、そこに身を置いていなかった。橋桁に沿って、旧尺もいるところを変えていたが、弾と行き違いに、彼の体は、そこから、敵の隠れている暗がりへ向かって一躍した。次の弾を込めて、ひなわの火を、号約へ転じている間などなかったので、 敵の三名は、狼狽を極め、や、や、う、うぬ。刀を払って踊ってきた武蔵を三方から迎えたが、それさえ軽くも間に合った姿勢なので、味方と味方の連携は取れていない。武蔵は三名の中へ割って入ると、真っ向のものを大刀で一冊の元に立ち伏せ、左側の男を左手で抜いた脇差しで横にないだ。 一人は逃げ出したが、よほど慌てたと見えて、橋桁たのたもとへ、めくらとんぼのようにぶつかり、そのまま矢作の大橋を飲めるようにかけていった。三。それから、武蔵も、常の足取りで、ただ欄干に身を添いながら、大橋を渡っていったが、何のことも起こってこない。 しばらくの間、来るものあれば待つように、身を佇ませていたが、変わったこともなかった。家に帰って、彼は眠った。すると、翌々日。無可先生として、手習い子の中に混じって、自分も一脚の机により、筆を持って修事していると。ごめん。軒場から差しぞいて、訪れた侍がある。二人連れだ。狭い土間口は、 子供の履物だらけなので、そう言ってから気度もない裏の方へ回ってきて、縁先へ立った。部下殿はご在宅だろうか。それがしどは本田家の家中で、猿るお人の使いとして参ったのだが、子供らの中から武蔵は顔を上げて、部下は私ですが、孫公が、部下と加盟しよる、宮本武蔵殿か。え お隠しあるな。いかにも、武蔵に相違ござらぬが、お使いの思向きは、藩の侍がしら、渡島殿をご存じあろうが、はて、存じようらぬお人でござるが、先様では、よう知っておいでられる。そこもとには二三度ほど、当岡崎で徘徊の席へ顔を出されたであろうが、人に誘われて徘徊の寄り合いへ参りました。無可は仮名にあらず、 徘徊の席で、ふと思いよってつけた背後でござる。あ、徘姫か。それはまあ何でもよろしいが。渡り殿も徘徊を好まれ、家中の吟遊も多い。一夜静かにお話もしたいとおせでござるが、お越し賜ろうか。徘徊のお招きなれば、他にふさわしい風流者がござろう。気まぐれに、当地の徘幻へ誘われたことはあるものの、生来、ガジを返さぬ野人でござれば。 あいや、何も肺園を開いて、苦をひねろうというのではない。渡り殿には司祭あって、そこもと知っておられる。で、会いたいというのが趣旨。また、不変話などを聞きもし、話もしたし、というのであろうと存ぜられる。手習い子たちは皆、手を休めて先生の顔と、庭に立っている二人の侍の顔と心配そうに見比べていた。武蔵は黙って、そこから、 さ先の使いを静止していたが、考えを決めたものと見え。よろしゅうござる。お招きに甘えてさん度いたそう。して、ひはお差し使えなくば、今席にでも。渡りどのおし敷はどのあたりいや、おこしくださるとあれば、その時刻にかごを向けてお迎えに参ろう。しからば、お待ちする。では、と、使いの二人は、顔を見合わせて、うなずきを交わしながら、おいとましよう。 武蔵殿、ご授業の中失礼した。では、そういなく、その時刻までに、押したくおきよう。と、帰って行った。筆屋の女房は、戸谷の台所から顔を出して、不安そうに覗いていた。武蔵は客が帰ると、これこれ、との話に気を取られて、手を休めていてはいかんな。さ、勉強せい。先生もやるぞ。人の話も蝉の声も、耳に入らぬまでやるのだ。 小さい時に怠けていると、この先生みたいに大きくなっても手習いしていなければならんぞ。墨だらけな子供たちの手や顔を見回して笑いながら言った。四。黄昏武蔵は身支度していた。袴をつけて。よしたがよい。なんとか言うて、お断りなされた方が。その間。 隣の神さんは、さきへ来て止めていた。果ては、なかぬばかりに。だが、ほどなく、かえのかごは、路地口へ来てしまった。もっこのような町かごではない。腰に似たぬりかごである。それに、今朝の侍二名、小物三人ほどついて。何事をやらん。と、近所わいは、目をそば立てた。かごの周りに人たちがした。 武蔵が侍たちに迎えられてそれへ乗ると、寺子屋のお師匠さんは偉い出世をなさったと、まことしやかにもう噂するものがある。子供らは子供らを呼び集めて、先生は偉いんだぞ。ほんなおかごは偉い人でなければ乗れないよ。どこへ行くんだろう。もう帰らないのかしら。かごを下ろすと侍は、こら、どけどけ。先を払って、急げ。と、かご中間へ行った。 空が赤かった。町の噂は、夕焼けに染められている。人が散った後へ、隣の神さんは、ウリの種やら、ふやけた飯粒の混じっている汚水を巻き散らした。ところへ、若い弟子を連れた坊さんがそこへ来た。方位を見ても、すぐわかる通り、前家の雲水である。油ゼミみたいな黒い皮膚をし、金粒マナコというのか、目の窪がくぼんでいて、高い眉骨の下から、 瞳がピカピカしている。四十から五十ぐらいの間の年齢であろう。こういう前科の人の年齢は、ガンではよくわからない。体は小作りで、贅肉が少しもない。痩せっぽちなのだ。しかし、声が太い。おい、おい。連れている白売りみたいな弟子を振り返って。また八とやら、おい、また八も。はいはい。 そこらののきならびをのぞき歩いて、うろついていたまた八チは、そうこうとして、油ブラのような顔したうんすいさんの前へ来て、つむりを下げた。わからないのかいただいま、探しております。お前、一度も来たことはないのかおい、いつも山へ足を運んでくれますので、つい。聞いてみなさい、そのあたりで。ほ、そういたしましょう。また八チボウは、歩きかけるとすぐ戻ってきて。工藤様、工藤様。 おい。わかりました。わかったわ。ついそこの目の前の路地口に看板の板が打ってございました。どうも同情、手習い指南、無加と。うむ、そこか。訪れてみましょう。武道様には、ここでお待ちくださいますか。なに、わしも参ろうよ。おとといの夜、武蔵とあんな話をして別れたので、昨日も今日もどうしたかと気にかけていたまたはちに、今日は大きな喜びが降ってきた。 待ちかねていた。二人して、職を望むように待っていた。当職、具道和尚が、ふらりと旅汚れのまま、八丈寺へ見えたのである。早速、また八から、武蔵のことを伝えると、和尚はよく記憶していて。会ってやろう。読んでこい。いや、彼ももう一角の男。こちらから出向いて行こう。と、八丈寺では、わずかの休息をしたきりで。 すぐ、またハチを案内に、町へ降りてきたのだった。五。渡島は、岡崎の本田家のうちでも、重心の列にあることは分かっていた。けれど、その人物については、武蔵は少しも知るところがなかった。一体、なんで自分を迎えに起こしたのか。それについても、彼には思いよりもなかった。 強いて求めれば、夕べ矢作のあたりで、家中らしい黒い出たちの卑怯者を二人も切り捨てたので、それを取り上げて何か難題を迫るのではなかろうか。または、日頃から自分を付け狙っている何者かが手に持て余して、ついに渡り島という背後の黒幕を切って落とし、正面から物用という完成か。いずれにしても、いいことであろうとは考えられない。 にもかかわらず、身を迎えに委ねていくからには、武蔵にも覚悟はあるのであろう。その覚悟とは、もし問うものがあれば、彼は、臨機と一語で答えるだろう。言ってみなければわからないことなのだ。生病法の推理は、この場合、禁物である。木に臨んで、とっさの腹を決める他に、標法はないのである。その辺が、 行く途中で起こるか、行った先で起こるか。敵が銃を装ってくるか、号を表してくるか。それも未知数である。海の中を揺れていくように、籠の外は暗く、そして松風の音だった。岡崎城の北角から外角の一帯は松が多い。さては、そのあたりを今通っていくな。武蔵は覚悟の人とも見えない姿だった。 目を半眼に閉じ、うとうとと、籠の中で眠っていた。ギーと、門の開く音。籠を担う小物の足幅は緩やかになり、そして家ジらの声はかそけく、そこここに刺す投影は柔らかい。着いたのかな？武蔵は、籠を出てみる。陰銀に迎えるカジュは、黙々彼を広い客間へ通した。蓮はまかれ、 四方は明け放たれ、ここも波音のような松風の中にあって、夏も忘れる涼しさの代わりに、諸君の名滅は甚だしい。渡り島でござる。主はすぐ大した。五十絡みの人、見るからに豪見で、軽薄の風がない、典型的な三河武士だ。武蔵です。礼を取る。お楽に島は会釈し,して、さて、 という顔をしていった。一作や、家中の若侍二人、矢作の大橋で切って捨てられたそうな。事実でおざろうか。ぶつけである。資料の糸間もない。また、武蔵はそれを包む気持ちももとうない。事実でござります。さて、それからどう出てくるか。武蔵は島の瞳を凝視した。住み合った二人の表に、 食の名滅がしきりとはためく。それについて、と、島は口をもく。お詫びせねばならぬ、武蔵殿、まず許され、と少し図を下げた。しかし、武蔵は、その挨拶を、まだそのままには受け取れなかった。六、今日、自分の耳に入ったばかりであるが、 渡り島は前提して。本いえ、死亡届が出た。矢作のあたりで切られたのだとある。調べさせると相手方は気候とのこと。気候の名は特受けたまわっていたが、とうご家にお住まいとは、それで初めて知ったのでござる。と話し出した。嘘は見えない。武蔵も信じて聞き出した。で、何がゆえに、 気候を闇討ちにしようと図ったが、厳重に調査いたしてみたところ、後藤家のお客分に、東軍流の兵法家で、三宅軍兵衛と言われる陣があるが、その門人と藩の者、四五名が図ってやったことが相分かった。ほほう。なお、武蔵は消せない顔。だが、次第にそれも解けた。渡島の話によって明確になった。三宅軍兵衛の辞切れしのうちに、 以前、京都の吉岡家にいたものがあり、また、本田家の指定のうちにも、吉岡門流の者が何十人となくある。そうした人々の間に、近頃五条家で、無家と変名している老人は、京都の連大寺の三十三県堂一条寺村などで、相次いで吉岡一族の者を葬り、ついに、吉岡家その者のを断絶にまで導いてしまった、宮本武蔵だという噂だが、 伝えられ出したことから、今なお、武蔵に深い怨恨を抱いている者の唇から、目障りだとなり、撃てるものかと、囁かれだし、ついに、やれとなってしまって、かなり根気よく気をはかっていたが、一昨夜のような失敗に期してしまったわけだ、というのであった。吉岡憲法の名は、今もなお、慕われている。 諸国行く先々で聞かぬところはない。いかにその盛んであった時代には多くの文化を諸国に持っていたかも察知できる。本だけだけでもその刀流を組んだ者が何十人もあるというのは本当だろう。武蔵は事の真相に頷くとともに自分を恨んでいる人々の気持ちもわかる気がした。しかしそれは部門の上でなく人間の単なる感情としてのみである。 で、その不心へと、はずべき卑劣は、今日ご条内でその者どもへ、きつく叱りをいた。ところが、お客分の三宅軍兵殿には、自身の門人も混じっていたことゆえ、痛く恐縮されて、ぜひそごもとへ会って、一言お詫びしたいとある。どうじゃなご迷惑でなくば、これへ呼んで、お引き合わせいたすが。軍兵殿には、ご存じない義とあれば、それには及びません。 情報者の身にとれば、前夜のことども、露房をままあること。いや、それにせよ。謝罪の何のというのでなく、ただ道を語る人としてなら、かねて、かねてお名前を聞いておる宮家殿、お目にかかることに依存もござりませんが。実は、軍兵ど殿も、それを望んでおるのじゃ。さらば、早速にも。渡島は、すぐ家臣に、その旨を伝えさせた。 三宅軍兵衛は先に来て、別の間に待っていたものと見え、弟子四五名連れて、ほどなく入ってきた。弟子というのも、もちろん、劣気とした、本田家の家中なのである。七。器具は去った。とにかく、一応そう見えた。渡島から三宅軍兵衛とその他のものを引き合わせると、軍兵衛も、 どうか、一作屋のことは、水に流して、と、門人の火を射し、それからは、各位もなく、武編話や、世間話に、ざわにぎわった。武蔵が、東軍流という五流名は、滅多に世間にも、道流を見かけぬように存ずるが、あなたのご宗師か、と、問うと。いやあ、手前の宗師ではござらぬ、と、軍兵衛が言う。手前の死は、越前の人、川崎鍵之助と申し、 上州白雲山にこもって一木軸を開いたと伝書にはあるなれど、実は天大僧の東軍棒なる人から技を学んだものらしゅうござる。と、武蔵の姿を改めてしげしげ見直しながら、かねてお名前だけを聞いておった感じでは、もっとご年配かと存じていたが、お若いので意外でござった。これをご縁にぜひ行って、ご指南に預かりたいが、と迫った。武蔵は、 いずれ、折もあらば、と、軽くかわし、道不安ないゆえ、と、まへ挨拶しかけると、いやいや、まだお早い、帰りは誰か、町の口までをお送りさせる、と、引き止めて、軍兵いがまた。実は、そこもとのために、門人二人がはぎの橋とできられたと聞いたとき、手前も駆けつけて、その死骸を見たのであったが、二つの死骸の位置と、二人の受けたこんとに、 どうも合致せぬ不信があったのでござる。で、逃げ帰った門人の一人に立たすと。よくは見えなかったが、確かにそこ元には両の手に、同時に刀を取られたらしいとの申し立て。さすれば、よりも珍しい五流儀じゃ、二刀流とでも言うのでござるかな武蔵は、微笑して言う。自分はまだかつて、意識して二刀を用いたことはない。いつも一体一刀のつもりである。 いわんや、二刀流などと自分から唱えたことなどは、今日までないことである。しかし、軍兵衛たちは、いやあ、ご謙遜を、と承知しない。そして、二刀の法について、いろいろな質問を出し、一体どういう執念をし、どれほどな力量があったら、二刀を自由に使いこなせるものか、などと幼稚なことを奥面もなく聞いてくる。 武蔵は帰りたくてたまらなかったが、こういう人たちに限って、その質問に満足を得ないと、返しそうもないので、ふと、所間まに立てかけてある二丁の鉄砲に目を留めて、あれをご拝借できようかと、主の渡り島へ行った。八。主の許しを得て、武蔵は、 床の間から二丁の鉄砲を取って座の中央に進んだ。はて、何をするのかと人々は怪しみながら見守った。二刀についての質問を二丁の鉄砲でどう答えるつもりかと。武蔵は鉄砲の筒の方を左右の手に持ちながら片膝を立て。二刀も一刀、一刀も二刀、左右の手はあるも体はいっつい。 すべてにおいて、道理に二つなく、理の究極においては、何流何派といえど、変わりのあるわけはござらぬ。それを目に、お店妄想ならば、と、両手に握った鉄砲を示し、ごめん、と言ったかと思うと、にわかに矢声をかけて、その二丁をぶんぶんと振り回した。凄まじい風が座に立って、武蔵の肘が描く二丁の鉄砲の渦は、さながらおだまきのめぐるように見えた。 何がなし人々は気を飲まれて表も白け渡ってしまった。武蔵はやがてすぐ肘を収めて鉄砲を元の位置へ戻すと、その木に失礼いたしたと微笑を見せたのみで離頭の方については何も説明らしい説明もせず、そのまま席を辞して帰ってしまった。あっけに取られたまま忘れてしまったものかお帰りには 誰かつけて送らせると言ったはずだが、彼が門を去っても送ってくるものはない。その門を振り向くと、さっさと墨のような松風の中に何やら無念を残しているような客間の火がかすかに瞬いていた。武蔵は何やらほっとした。白人の囲みを脱したよりも、今宵の門は虎口だった。形のない、そこいの知れない相手だけに、 彼も実は用意する策もなかったのであった。それにしても人々に武蔵と知られ、また事件をかもしたからには、もう岡崎にも長いはならない。今いのうちにも立ち抜くのが賢明だが、まだ八との約束もあるし、どうしたものか。一人暗じながら、昇風の闇を歩いてくると、岡崎の街の明かりが街道の突き当たりにちらと見え出してきた頃、 土坊の辻堂から、おう、武蔵殿、は八だ、心配しながら待っていたのだ。思いがけなく、そのまは八が声をかけて無事を喜んだ。が、どうしてここへと、武蔵は疑う。しかし、ふと、辻堂の縁に腰掛けている人影に気づくと、彼はまは八から死祭を聞いている糸いまもなく身を進めて、戦時ではございませるかと、その却下にぬかづいた。 武道は彼の背にマナコを注いで、ややしばらくの間を置いてから、いさしいのう、と言った。武蔵も表を上げ、ほひさしゅうござりました。と、同じことを言った。だが、その簡単な言葉の中に、万感がこもっていた。武蔵にとっては、自分が近代、突き当たっている無意から、自分を救ってくれるものは、たくあんか、この人しかないと。 待ちに待っていたそのグ道王将であったから、あたかも闇夜に月を仰いだように、グ道の姿を仰いだのであった。九、またあちもグ道も、武蔵シが今宵、無事で帰るかどうかは不安に思っていたのである。悪くしたら武蔵は、渡島の屋敷から帰らぬものになるのではないか、などと憂いながら、 それを確かめるべく、これまで来た途中だった。夕方、行き違いに、武蔵が出た後を訪ねたところ、臨家の筆職人の女房が、常々武蔵の身辺に、暗示られる不死のあったことや、今日侍の使者が見えたことなど、つぶさに聞かせてくれたので、さてを、と、そこで帰りを待つ気にもなれず、何か取る策もあろうかと、渡り島の屋敷付近を、 心当てに、これまで来たわけである。と、また蜂は話した。武蔵は聞いて、そんな心配を煩わしていたとは思わなかった。かたしけない。と、彼の親切げには深く謝したが、なお、グ道の却下にひざまずいた身はいつまで、起こそうともせず、じっと地に座っていた。そしてやがて、和嬢と、強く読んだ、グ道の瞳を、きっと見上げたままにで,である。 何か具道は、武蔵の目が自分に何を求めているか、母がこの目を読むようにすぐ悟っていたが、何か重ねて尋ねた。武蔵は下と両手を使え。妙心寺の床に参々して、初めてお目にかかりました頃から、早10年に近くなりました。そうなるかのう。月日は十年を歩みましたが、 自分は何尺の地を張ったか、帰り見て自分でも疑われて参りました。はい、変わらず、縮臭いことを言う、知れたことじゃ。残念でござります。何がいつまで修行の至らぬことが修行修行と口にしているうちはまだダメじゃろうって。と言って離れたらすぐよりが戻ろう。そして初めから物をわきまいる無知の者より、 もっと始末の悪い人間のクズができる。話せば滑り落ち、登ろうとすれどよじ切れる。絶壁の中途に私は今、あがいております。剣についても、また、一心についても。そこだな。和嬢、お目にかかる今日の日を、どれほどお待ちしていたか知れません。どうしたらいいでしょう。いかにせば、今の迷いと、無意から脱し切れましょうか。 そんなことわしは知らぬ。自力しかあるまい。もう一度、私を、またあちと共に、ごしっかへおいて、おしかりください。さもなくば、一括、虚無の冷めるような、通報をお与えください。和上、お願いでござります。ほとんど、顔へ土のつくばかり、武蔵は血に干して叫んだ。涙こそ流さないが、声は無んでいた。苦問のむせびが、悲痛に、人の耳を打った。 だが、武道の感情は、ちっとも動いたとは見えない。黙って、辻堂の縁を離れたかと思うと、また八、来い。と飲み行って、先へ歩き出した。十。和嬢。武蔵は立って、追いすがった。そして、武道のたもを抑え、なおも一言の答えを求めた。すると、 グ道は黙って、かぶりを振ってみせた。けれどなお、武蔵が手を離さないので、こう言った。無一物。と、そこで言葉を切って。何かあらん。せよまた。他に何をか加うあらん。あるはかつ。拳を振り上げた。本当に殴りそうな顔をした。武蔵は、たもとを離して、何か言おうとしたが、グ道の足は、スタスタと。 先へ急いで振り向きもしない。傍然、武蔵がその背を見送っていると、後に残った又八が早口に彼を慰めていった。前肢はうるさいことが嫌いらしい。寺に見えた時、俺がお主のことや自分の気持ちを述べて弟子入りを頼むとよくも聞かないで。そか。では当分、わしのわらじの紐でも結んでみろ、と言った。だからお主も、 くどいことを言わずと黙って後についてくることだ。そして機嫌のいいところを見てよう。何かと何べんでも聞いてみたらいい。と、彼方で、グ道は足を止めてまたはちを読んでいた。またはちは、はい、と大きく答えながら、いいか、そうしろよ。言い残すと、慌ててグ道の後を追いかけていった。グ道はまたはちが気に入ったらしい、弟子として許されている彼が、武蔵には、 うらやましかった。そして、またあちのような単純さと、素直さのない自分が帰り見られた。そうだ、たとえ、なんとおっしゃられようと。武蔵は、くわっと、体が燃えるように思った。怒って振り上げたあの鉄拳を、横顔に送るまでも、一言の教えを、ここでわずに、またいつかの日、会う檻があろう。何万年とも知れぬ、悠久な天地の流れのうちに、 六十年や七十年の人生は、さながら伝春のような短い時でしかない。その短い一生の間に、相りがたき人に会うというほど、尊いものはない。その尊い機縁を、と、武蔵は、まなじりに熱類をためて、愚道王将の去りゆく影を見つめた。そしてその機縁を、やわかい今、一してなろうかと思った。どこまでも、 一言の答えを得るまでは。武蔵は屋庭に追いかけた。そして、愚道が歩く方へ、彼も足を早めてついていった。知ってか知らずか。愚道は、八条の方へは帰らなかった。おそらくその足は、再び、八条の寺へ帰る意思はなく、もう水と雲と住居としている心なのであろう。東海道へ出て、京へさしていくのであった。 具道がきちんに泊まれば、武蔵もきちんの軒割り寝た。朝、またはちが死のわらじの紐を結んで立つ姿を見て、武蔵は友人のために嬉しかったが、具道は武蔵の姿を見ても言葉もかけてくれなかった。しかし武蔵はもうそれに心を屈しなかった。むしろ具道の目障りにならぬよう遠く離れて、 日ごとに死体歩いて行った。その夜そのまま。岡崎に残してきた裏町の一案も、そこの机も、人よぎりの竹花池も、また、隣の神さんやら、近所の娘の目やら、藩の人々の恨みやもつれやらも、今は一切、すべてを忘れ果てて。丸、一、 京へ京へ、道は近くなる。さっすりに愚道は京へさして歩いているのであろう。花園明神寺はその総本山でもあるし。だが、その京都へはいつ着くことやら、前時の旅は気任せだった。雨に降り込められてきちんから出てこない日、武蔵が伺ってみると、またはちに急を据えさせていた。美濃まで来た。 そこの大戦寺には七日もいた。彦根の禅寺にも幾日か泊まった。禅師がきちんに泊まれば、付近のきちんへ、寺ならば寺の山門へ、武蔵はどこにでも寝た。そしてひたすら、禅師の口から一言の教えを授けられる機会を待った。いや、それを追い詰めていったのだった。ご飯の寺の山門に寝た晩、武蔵は、 今年の秋を知った。いつか秋だった。帰り見ると我が身の姿はまるで小時期のようになっている。ぼうぼうと伸びた髪の毛も全死の心の溶ける日までは櫛を入れまいとしていたし、風呂にも入らず髭も剃らず、雨つゆに任せた衣服はつづれ、腕も胸もカサカサと松川のような撫で心地がする。吹き落ちるような星、秋の声。 一枚のむしろを宿として、武蔵はふと、何の奥くぞ、と自分の強敵な今の気持ちを冷ややかにあざ笑った。一体、何をしろうとするのだ何を全死に求めるのだこんなにまで追求しなければ人間は生きられないものか哀れになる。愚から身に住む白みまでが不憫になる。全死は言った。 求める自分へ対して、はっきり断っている。無一物、と。その人へ向かって、ないものを敷いて求めるのが無理だ。いくらついてきても、全氏が、路傍の犬ほども、帰り見てくれないからとて、恨む筋もない。武蔵は、髭の中から月を見た。山門の上はいつか、秋の月だった。まだ、蚊がいる。 彼の皮膚は、もう、蚊の針さえ感じない。しかし、食われた後は血になって、それが無数に五粒ほどな出来物になっていた。ああ、わからない。たった一つ、何かしら、わからないものがある。それさえ溶ければ、凝結している剣も、すべても、かつ然と、溶けそうな気がするのであったが、どうにもならない。もし、 自分の同業も、ここで終わってしまうなら、むしろ死したがましだと思う。生きてきたいが見いらせないのだ。寝ても眠られないのだ。では、そのわからないものとは何剣の工夫か、それのみではない。諸生の方角か、そんなことにもとどまらない。補通の問題か。いなとよ、恋のみで、男がこんなにまで痩せ細ろうか。 すべてを包んだ大きな問題だ。しかしまた、天地の台から見たら、決し一粒の小さいことかもしれない。武蔵は、むしろを身に巻いて、みのしのように石の上に寝転んだ。またハは、どう寝ているだろう。苦しみを苦しまないまたハと、苦しむために苦しみを追っているような自分と、思い比べて、ふと羨ましかった。何を見たか そのうちに武蔵は浮き上がって、三門の柱を見つめていた。に三門の柱にかかっている長い蓮の文字に、武蔵の目はじっと向かっていた。月明かりに読まれるその二中の軸をたどってみると、何時ら、こう、その元を務めよ。白雲は百条の太鼓を感じ、呼吸は白雲の威勲を炭ず。 千気くのごとし、誤って歯を摘み、枝を尋ること、泣くんまごとし。これは、海ざん大刀の異界の文にあった言葉かと思う。誤って歯を摘み、枝を尋ること、泣くんばえし。とある、そこだけを、心に染みて読み返していた。枝葉。そうだ。いかに歯や枝先にのみ、わずらいを反映させている人間の多いことか。 自分も、と、そこに帰りみて、彼は急に一心が軽くなった。その一心に対している一見に、なぜなりきらないか、なぜ脇を見るか、なぜそこに住みきらないか。このことは、いらざる、うこ差弁だ。一道を突き抜くのに、何の冒険。とは思うが、その一道に行き詰まっていればこそ、うこ差弁が生じるのだった。 葉を積み、枝を尋ねる愚かな焦燥に、責められ、惑わされてくるのである。どうして、その行き詰まりを打開するか、核に入って、核を破るか。自ら笑う、十年暗刃のこと、相当波流、全皮を叩く。元来、仏法をしなきなり、切盘、喫茶、また着衣。これは、愚道和尚が、 自長の作という一芸であった。武蔵は今、それを思い出した。自分も、ちょうどその年齢の頃であった。初めて、妙心寺に、愚道の名を慕って尋ねて行くと、愚道はいきなり、何時、さも何の剣地かあって、愚道門の客足らんとするか。と、足げにかけないばかり、大活で追い払われた。その後、 グ道の心にかなうところを認められたか、許されて部屋に参じたが、あるおり前の意志を示して。修行修行と言っているうちは、まあ、ダメじゃろう。と、笑われたものであった。自称十年、アンのこと。と、グ道は特に、十年も前に自分に教えていた。しかも、それから十年後の今もまだ、道にさまよっている自分を見ては、 救い難い愚物、と、愛想も突き果ててしまわれたに違いない。傍然、武蔵は立っていた。根もやらず、山門の周りをめぐって。するとにわかに、この夜中を寺から立ってゆくものがあった。山門を出てゆくとき、ふと見ると、また鉢を連れた愚道である。いつになく、早い足で。何か、本山に休養でも立って、今日へ急ぐのか。 寺の人々の見送りも断って、瀬田の大橋をまっすぐに。武蔵はもちろん、ほくれては、と、白い月の下の影を追って、果てなく慕っていった。三。軒並び、寝静まっていた。昼見る大津絵屋も、混雑な旗小屋も、薬の看板も、戸が閉まって、 人なき深夜の往来は、ただ月ばかりが恐ろしく白い。大津の町。そこも瞬く間に過ぎて。道は上りになる。三井寺や関寺の山には、ひっそり、夜霧が被っていた。会う人も稀だ。ほとんどない。やがて、峠の上へ出た。先の郡道は立ち止まっている。また八坊に何か話しかけ。 月を仰いで一息ついている姿だった。もう今日は目の下。振り返れば、琵琶の海も一目の高さ。けれど、一輪の月以外は一色である。キララ光のぎりの海である。武蔵は一足遅れてそこへ登ってきた。はからずも、愚道と又八が足を止めていたので、その影を間近に見もし、 先からも見られて、何がなし、ぎくとした。ぐどうも無言。むさしも無言だった。しかし、こう瞳を向けあったのは、実に何十日目か。むさしはとっさに、今、と思った。京都は、もう、そこだ。しん寺のうふ深く、隠れてしまわれたら、再びまた、幾十日を待ったら、 全死に接する折があるかわからない。もし、彼はついに叫んだ。だが、あまりに思い詰めていたので、その思いにあばらは膨らみ、声は詰まって、子が親に言い出しにくいことを言おうとする恐れにも似て、おずおずと前へ出るにも足はすくみがちだった。なんだ、とも聞いてくれないのだ。まるで、 間質でできてるような愚道の顔から目だけが白く、それを憎むかのように鋭く、武蔵の影を見つめるだけだった。もし、おしょう。二度目に叫んだ時は、武蔵はもう前後もわきまえなかった。ただ、萌え苦しむ、火の塊のように駆けまろんでいって、愚道の足元へ。一言、一言、とのみ言ったきりで、大地へ。 表を伏せていた。そしてじっと、武蔵は全身で、その人の一言を待っていたが、いつまでも、実にいつまでも、答えはなかった。武蔵は待ちきれず、今宵こそは、崩壊の疑義を正そうものと言いかけると。聞いておる。愚道は初めて口を開いて、また八坊から、毎晩のように聞いておるので、晩承知じゃ。 おなごのことも。終わりの一句に、武蔵は水をかけられた心地だった。表も上げえずにいた。また八、棒切れを貸せ。グ道は言って彼の拾った棒切れを受け取った。武蔵は頭上に下る三十棒を観念して目を塞いでいたが、棒は彼の神戸には来ないで、彼の座している外をぐるりとかけて回った。グ道は、 棒の先で、地へ、大きな丸を描いたのである。その丸の中に、武蔵の姿はあった。四。行こう。と、棒を捨てた。そして郡道は、また鉢を促して、スたスた歩み去った。武蔵はまたも、取り残された。岡崎の場合と違って、ここに至ると、 彼も憤然とした。数十日の間、真心と惨憺たる苦行を込めて、教えを請うとする真っ末輩に、あまりにも慈悲がない。無常告白だ。いや、人をもて遊びすぎる。くそぼうずめ。彼方を睨んで、武蔵は唇を食いしばった。いつか、無一物などと言ったのは、絶無の頭を。 真から空っぽの頭脳を、さも何かありそうに見せかける、坊主上州のエセの言葉なのだ。よーし、見ておれ。もう、頼まぬと思った。世に頼む死があると思ったのが、深くと悔やまれもする。自力。以外に道はないのだ。さもあらばあれ、彼も人、自分も人、無数の先哲も皆人間、もう、頼まない。 ぬっと立った。怒りが立たせたように突っ立った。そしてなお、月の彼方を眠つけていたが、ようやく瞳の炎が覚めてくると、目はおのずから自分の姿と足元へ戻ってくる。いや、彼はその位置のまま身を巡らした。丸い筋の真ん中に立っている自分を見いだしたのである。ぼう、と、さっき、 武道が言っていたのが思い出された。その棒の先を地に当てて何か自分の周囲に迫ったと思ったが、この丸い線を描いていたのか、と初めて今気がつく。何の丸武蔵はその位置から一寸も動かず考えた。丸。丸。いくら見ていても丸い線はどこまでも丸い。 はてなく、屈折なく、究極なく、迷いなく丸い。この丸を、健康に広げてみると、そのまま天地。この丸を縮めてみると、そこに事故の一点がある。事故も丸、天地も丸。二つのものではあり得ない。一つである。ばっと、武蔵は、右の手に一刀を払い、丸の中に立って行視した。影奉師は、カタカナの、 おのじのような形に地へ移ったが、天地の縁は弦として縁を崩していない。二つの異なったものでないから、自己の体も同じ断りであるが。ただ、影奉仕が違った形として移る。影だ。武蔵はそう見た。影は自己の実体でない。行き詰まったと感じている同業の壁もまた影であった。 行き詰まったと迷う心の影だった。えいと空を一冊した。左手に探検を払った影の形は変わって見えるが、天地の形は変わらない。二頭も一頭、そして縁である。ああ。マナコが開けたようだった。会うと月がある。大円満の月の輪は、そのまま剣の姿とも、世を歩む。 心の体としても見ることができた。ほう、和尚。武蔵は、不意に、湿風のように駆け出した、武道の後を追いかけて。だが、もう何を、武道に求める気もなかった。ただ、一時でも、恨んだ詫びを言いたかったのだ。しかし、思い止まった。それもえらは、と。そして、気上げのあたりに、 ぼうとして佇んでいる間に、今日のまちまちの屋根、鴨の水は、霧の底からうっすらと、開けかけてきた。